三木はじめは、大阪府大阪市住野駅出身の元プロ野球選手、監督。弟に元プロ野球選手の三木ひとしがいる。上宮高校時代は、高校通算23本塁打を記録した強打者として知られ、1995年のドラフト会議で、福留孝介、沢井良介と、くじに敗れたヤクルトが1位指名をして入団。 2001年には79試合に出場するも、シーズン打率は2割を切り、首脳陣の評価を得るには至らなかった。2002年以降は、白石の隆起の台頭や、野口幸順の成長、田中博康らの入団もあり、内野手の控えのチ位すらも固められないシーズンが続いていた。2004年には打撃海岸を起して、スイッチヒッターに転向。この年は26打数7安打。 翌2005年は11打数4安打とチャンスは少ない、もののある程度の結果を残している。2007年10月9日、大打でプロ最終試合に出場した、古田敦也選手権人監督の代走に起用された。2008年に、川島慶三、橋本義孝、押本武彦との交換トレードで、藤井修吾、坂本八太郎と共に、北海道日本ハムファイターズへ移籍。 同年6月8日、3打数にあんだ、1死球、2塁打を含む2打点と活躍し、プロ13年目で初となる、お立ち台を経験。10月23日付で現役を引退。2016年7月10日引退後は、日本ハムの2軍内野守備総類コーチに就任。2012年、1軍内野守備コーチに昇格。2013年、 10月14日に対談することが、球団より発表された。2013年10月23日、2014年シーズンより東京をヤクルトスワローズ2軍内野守備走塁コーチに就任することが発表された。翌2015年シーズンは一軍作戦権、内野守備走塁コーチに昇格。翌2016年シーズンは一軍ヘッド権、内野守備走塁コーチに昇格。 翌2017年シーズンは一軍ヘッドコーチ専任。翌2018年シーズンからは二軍チーフコーチに配置転換。2019年より東北楽天ゴールデンイーグルスの二軍監督を務め、10月11日、2020年からの一軍監督就任が球団より発表された。なお、現役時代の59アンダでの一軍監督は、 全楽天監督の平井潮介の37安打、元阪急ブレーブス、日本ハムファイターズ監督の上田理事の56、安打に続いての少ない記録である。2021年より東北楽天ゴールデンイーグルスの2軍監督に配置転換される。1軍監督が役職を降格して、同一チームに残る異例の人事となった。堅実な守備と瞬速が武器のスイッチヒッター。 現役時代は主に守備、走塁のスペシャリストとして活躍した。選手と指導者が共に成長することをモットーにしており、ミキは選手が成長できるように話し合いながら手助けし、選手からいろんな話を聞かせてもらって、指導者の自分も成長していきたい。そのようにしながらチームを強くしていきたいと語っている。指導者として大切なことに選手と1対1で話せる。 関係性を作る、選手をしっかり観察するということを挙げている。ミキは、コーチにとって選手は対難人だけど、選手にとっては対一人のコーチ。だから、その選手の専属コーチだと思って、相談にも乗るし、助言もしていくから、必然とここにかける言葉も変わってくる。あと、選手にとって良いきっかけを作ることも必要。 そのためにもポイントできっかけとなる言葉をかけることができたらいい。だから、コーチとしてしっかり選手を観察するということを頭に置いている。選手に言ったから良いのではなく、自分が言ったことがちゃんと伝わったかどうかが大事と語っている。現役時代にヤクルトの監督を務めた野村勝也、若松務、古田敦也の影響を受けており、その中でも特に根底にあるのが、 野村の指導であるという。指導者としての考えの基礎になっている。野村さんから教わったことは、今でもすごく後押ししてくれるし、自分を支えてくれていると語っている。日本ハムコーチ時代は、内野守備、走塁コーチとして当時若手であった、中田翔、中島拓也らに基礎を築かせた。また、ヤクルトコーチ時代は、山田哲虎の育成に貢献したことで知られる。 日本ハムコーチ時代は、当時プロ1、2年目であった中島拓也に対し、お前は1億円プレイヤーになれると声をかけ、その言葉を励みに努力した中島は徐々に遊撃種のレギュラーに定着。2016年には全試合出場を果たし、日本一に貢献するなど、リーグ屈指の選手に成長。オフには、ミキの言葉通り1億円プレイヤーに輝いている。ありがとうございます。